こんにちは、トラスト企画本田大使の阿部ちゃんです。みーくんです。ななです。はい、今日はですね、はい、いいアコード入ってきたんですよ。いいアコード、そう、うん、アコードね、うん、CL7 って割とね、安い車だったんで、ちょっと前まで、はいはい、割とね、雑に使われてる車多いんですよ。なるほど。そう、同じ K20 搭載車の中だとね、うん、だけどほら見てください、うん、なんか結構程度良さそうなアコード、そうなんです、入ったんですよ。でまずねえよ。え、なんでいいじゃないですか。どこがダメなんですかこれ。ほらいい感じでしょ。人気の青ですよ。でほらボンネットもカーボンで、うん、ね、かっこいい。ダメに決まってんじゃんこれ。何よ、もうこんな車恥ずかしくて乗ってらんないから。なんでだよ。もう見てやってよこっちのこれ。はい、ということで見ていきましょう。はい、ちょっとホンダ車ディスのやめてくださいよ。もうだよこれ、こんな車恥ずかしくて乗れるわけないじゃん。見てよこの、だってこの何、この塗装のこの微妙な感じ。あれこれ、あれこれ、あれあれ、うん、ほらなんかトランクとかも見てよ。何これ、これなんか缶スプレーで塗った？これいわゆる自家取ったやつですね。自家取ったやつですかこれ？これがあの SR エンジン乗ってる人たちみんなこういう感じでね、あの庭でね、そうドリフトしてね、ちょっとケツぶつけたりするとこうなっちゃうじゃないですか。あるあるある。はいはい。でもこれだって FF 車でドリフトなんかしないでしょ？ドリフトさしないんですけど、はい、これちょっとあのちょっとこの辺こうキーって傷つけちゃったから。あら。はい、自家板金、自家板金しちゃった感じ。そうですね、土日で、ね、仕上げろって言われたらしくて、ね、土日で仕上げるとこうなっちゃう。結構厳しいですねお客さん。あのね、月曜日から金曜日までね、ちょっとね使ってるんで、ボスが使ってるんですよ。何ボス、これをこうあの主たる、うん、あの使用者が、え、はい、息子とかそういう感じ。じゃあファンデーションがちょっと厚めのあのボスが使ってるんですよ。あ、じゃあ奥様が乗ってた車、はい、そうです。あ、そうなんだ。もう月曜日から金曜日まで使うから、あ、通勤で、お前ここ傷だったお前土日で直すかよみたいな感じで青空だったお前。旦那さんだね、きっとね、はいはいはい、旦那さんね、直すかやって私で、はい、部下は旦那さん、部下旦那なんだ。そうそうそう、うわー、ね、とこれ剥がれてきちゃったからほら、どうやしろしろよとかって言ってて、じゃあ一日直すんだったらじゃあカーボンのシール貼っちゃうとかつって、アマゾンとかで安いシール買ったら剥がれてきちゃっちゃう。あるあるですね。ほら見てこれペリペリで、ほらこれ見てこのペリペリな感じでね。このトランクみたいにね、はい、こうなっちゃった、ね、なっちゃったんですよ、うん、なっちゃった、こうなっちゃったからちょっとこれね、これ直せという話で、うん、直せちょっと見栄え良くないからとかつって、ね、これちょっと適当な補修くれて、そうそう、なるほど。でこれでやってて、やっぱ失敗したなと、うん、ちょっと安いのね、安いねカーボンシート買っちゃったからや、うん、ね、剥がれちゃったと、失敗だとね、トラスト企画で有益な情報をお届けする番組ですから、はいはいはい、ね、ほらこっちなってないじゃないですか。だってこれカーボンボンネットでしょ。違います、これもカーボンシートです。これ、そうなの。これは住友の 3M を使っております。あー、なるほど、はい、もうプロ御用達、はい、はい、ね安いね、ネット通販で、ね、うん、安いね、カーボンシート貼っちゃうと、ああいう風に劣化して、ボロボロになっちゃうんです。はい。ね。ちゃんとした製品の、はい、ちゃんとした価格のものを購入すると、うん、貼った後もこのような状態になりますね。おー、ほんとだ、はい。一番成功した部分じゃないですか、DIY で、うん。そうです。だったら全部貼ってしまえろ。トランクから何から。フルカーボン。そうです。ドアも貼ってしまえろ。フル 3M 仕様で。そうそう。リアフェンダーも地形じゃなくてこうしてしまえって感じですね。でも傷ついちゃったのはどれのせいだったの？旦那です。じゃあ、しょうがねえな、旦那さんな。言えないよね、じゃあ、しょうがねえわ。誰だ傷つけたのみたいな。みたいな。はい。ね、そうなんだ、はい、そうです、はい、これで買い物行っちゃうから、ほら、ああ、うん、ちょっとこれで買い物行ったらハゲてんのね、ちょっと、うん、そうですね、うん、しかもマニュアルだよこれ、うん、今度いろいろあるマニュアルしかないんです、はい、はい、マニュアル乗ってるんだ、マニュアル、すごい、ガン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 もうかっこいい、もう VTEC ぶち入れて、はい、そうよね、もう親戚のうちで行くたんびに、うん、
車そろそろ買い替えたらどうって言われながら毎回毎回、うん、でも奥さん的にはアコード好きだったんでしょうね。アコード一緒乗りたいって言ってたから、ね、うん、そうだから、そうそう、アコードいい、もうもう最高って言いながら、うん、でもね、ようやく、うん、ね、アコードを、ね、うん、卒業して、はい、新しい車乗ることになりまして、ホンダ車だな、はい、乗ることになりまして、良かったです。FD2 あたり行ったんじゃないですか。もう車来ちゃうんで、あ、なるほど、手放すということで、はい、早いな、はい、早いな、はい、うん、ようやく降りてくれたということで、うん、でもそん、ね、旦那さんも肩の荷が降りたと、あ、修理しなくて済むから、ね、はい、そうです、DI、はい、もう DI ひどいから、もう全部足回りの交換からマフラーからみんな全部このグリルとかそういうのも全部自分でやってたから、あ、うん、旦那さんがね、旦那さんが優しいですね、旦那さん、僕は味方ですよ、うん、旦那さんの休みのたんびに車の整備、うん、わかる、すげえわかる、だから距離乗ってる車なんですよこれ実は。あ、そうなんですか、はい、もうすごい乗ってて、全然そうは見えないけど、はい、そう、毎日使ってっからこれ、ほら通勤車だね、はい、なので走行距離がなんと16万3400キロ、16万3400キロ走ってるんです。すごい、はい、ね、うん、うん、そりゃこうなるわな、うん、だけどそのいろんなところね、ね、あの安心して乗れるようにね、うん、あの全部これね、ちょっと一段奥にあるんですよ。はい、よいしょ、安心して乗れるように、すごい、ね、安心して乗れるようにゼロ線チャンバーとかつけちゃったりとかして安心して乗れないでしょね、ね、足回りもね、うん、安心して乗れるように安心して店員入れたりね、うん、はい、あ、でもオルタネーターはね、うん、ね、あのバッテリー上がらないようにね、うん、はい、オルタネーター交換したりとか、安心して攻められるように、はい、VTEC入れられるように、はい、もうね、はい、素晴らしい旦那様じゃないですか。そうです、ね、もういっぱい交換してね、うん、なんでもう車高調だって何回も交換させられてね、はい、本当に。でなんかあの室内にはなんかね、うん、すごいいっぱい、はい、こうもうエアクリーナーからターバーからほら足回りからほらこうね、そう、過去に交換したパーツがね、作業させられたものがほらこういうね、ほら、うわ、ね、すごいよ、はい、いっぱいあって、ほら、ね、チャンバーの箱、はい、あ、すごい、ちゃんとノーマルの、これノーマルのホイールもあるし、ほら、グリルもあるところ、ほら、グリル、ホンダのグリル、グリルはレスの方が、うん、これすごい似合いますね、この、うん、ほらほら、これもせっかくこれほら、こういうの、ほら、安心してくださいって言われる、安心、見えちゃうからね、安心してください、透けてるみたいな、見えてません、安心して見てください。な感じですか、はい、怒られるホンダファンに、え、ホンダだ、ホンダだホンダの位置じゃなくて、ね、変態の位置です、はいはい、大丈夫ですよね、はい、毎日これでゴシゴシこすってね、ほら本当だ本当だ本当だ、ね、はい、あ、でもなんかこういう、はい、アールビットこれ、はい、いいじゃないですかこれ、はいはい、レーザーのこの、そうそう、お、箱がちゃんと、ね、もう全部、もう全部箱ごと取ってありますから、ね、ヘッドライトと、すごい、あ、変えてるんですね、はい、もう全然大丈夫、ね、ヘッドライトも出てくる、はい、そうなんですよ、もうありとあらゆるところを交換して安心して乗れる車になってますからね。なのに外装がボロくなってきたから乗り換えたっていう、はいはい、じゃあだからもう旦那も、うん、疲れちゃった、さすがにこれ運転するの嫌だなとあ、旦那さんもね、うん、いや、こうなってるかとね、でもこうしたのはあなたでしょみたいな感じ、しょうがないね、強く言えない感じ、はい、強く言えないですね強く言えない感じですよ、はい、でも嫌じゃないですか、ちょっとボリボリしてちょっと ねなんかこう、こう見られながらこう、なんか何も言わずにこう見られながら、ね、うんうんうん、行くのって、はい、まあ安心してシビックタイプ R FL5 に乗ってくださいって感じだね、うん、はい、はい、ね、ホンダやっぱ塗装弱いですよね、うん、クリア剥げがちというか、ホンダと三菱は弱いね、うん、でも普通こうはあんまりこうにはなんないんだけどね、うん、なんかこれも頑張ってタッチアップした感ありますけどね、本当だちょっと頑張った見られてますね、うん、はいはい、うねうねして、そっか、でもね、はい、通勤で使ってたってことはやっぱ、うん、相当気に入ってたってことだもん ね、うん、そうですね、そうなんです、奥さんがねすごい気に入ってたらしくて、うん、うん、せっかくだから、はい、まあ、奥さんディスってやろうと思ってそうなんです、いつもだって奥さん擁護じゃないですか、なんか
え、今回は、うん、これディスティアンネートほらね、ダメだから。ご要望案件ですか、もしかして。え、ご要望案件。多分ね、奥さんは今ね見てないから。ああ、そうなんだ、はい、これやばいぞ。これを機に見せてやんないとほら。これやばいぞ、はい、旦那さん、はいはい、これを機に見せてやんないとほら。ディスリーのリクエストをしたのは誰ですか。旦那です。あのミクも一応あの保護されてますからほら。あ、旦那、旦那が、旦那さんにあのこういう車ディスってくださいって言われちゃったので、やばいな、でも今日はディスってますよって話で、これ私が乗ってくるのこんなディスってんじゃないよって奥さんから来たとしても、いや旦那のせいです、旦那に言ってくださいって話しますから大丈夫です、はい、これはね一家離散の危機ですよ。車買い替えたの、だいたいね、あのほら、うん、あの上限半径分かるでしょ。そうですね、奥さん旦那って感じ、はいはい、旦那は旦那なんだか分かるでしょ、うん、はい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 、すいませんって感じでしょ。はい、すいませんでした。何もないのに謝って。はい、はい、そういう車です。じゃあちゃんとその旦那さん、うん、でも奥さん、この奥さんがこの車売ったんですもんね。あ、そうです、ようやく。あ、うん、じゃあちゃんと奥さんが納得のお値段で買い取ったって感じです。いいえ、いなかったですよ。大丈夫なんそれ、ね、旦那さん大丈夫本当に。はい、それだって買い取りの値段奥さんに伝えたら、なんで私の気に入ってる車そんな安く売っちゃうんだよって。まあ安いでしょうけどね。ね、言われちゃうよね。これ安いですよ。いやいや、だってこれ高くなると思います、これ。だって常識で考えて、うん、要素はない。ね、うん、ねえ、だってこれ乗りたいと思います、これ。いいか、調子悪くないって言っても、うん、ちょっとこの状態で、うん、エンジン単体で欲しいですね、うん、そう言ってた。あ、やっぱり。VTEC のエンジンの値段でしょって言われて。あ、やっぱりね、はい、その通りです。その通りです。 K20 今高いんで。はい、その通りです、ね、そう、エンジンの値段で買い取りさせてもらいますって話で、はいはい、うん、そういう感じです。そうですか、今日はホンダディス理解だね。ホンダディス理解っていうか旦那ディス理解じゃないな、奥さんディス理解。はい、いやー、ちょっと俺この動画物議かもしそうで怖いですね、ちょっと。僕は何のあれもないですからね。おい、なんとか阿部ちゃん、なんかホンダファンだとか、なんか嘘ついてんじゃないか。嘘じゃないもん、本当だもん。え、本当だもん。ホンダナンバーワンとかって言ってて、ホンダナンバーワン、ホンダはナンバーワンって言ってるくせにホンダの車に乗ってないんだよ。そうそうそう、どういうことこれね。え、これ買えばいいんじゃない。そうか、これ買えばいいんだ。じゃあ5万円で売ってください。あの、言ったじゃない、さっき、はい、エンジンの値段だって。エンジンはね、そこそこするって言ったじゃない。5万円じゃ買えないんすよ、 K20A 今ね。言ったじゃない。そう、あのね、はい、世界のチューニング業界で今この K20A エンジンってめちゃくちゃ重宝されてて、もうね、2JRB26 の時代は終わりましたね。今はこの K20A にでかいターボつけていろんな車に搭載するっていうのが流行りなんですよ。 NSX でもフェラーリでもランエボでもコルベットにまで積んじゃう人いるんだから。なのでこの日本でしかないこのユーロ R とかタイプ R とかのこの赤ヘッドの K20A 非常に貴重なんです、っていうとね、もっとアコード売ってくれる人増えるかなと思って、これエンジン代にしかなってないですけどね、この車ね、はい、そうですね、あとまあ少しパーツ代、はい、ちょっとだけ、含まれてないですね。含まれてない。まあそれ先に言っとかないとね、勘違いしちゃうアコードのオーナーが増えちゃうかもしれないから、はい、もう意外とそのやっぱりね、距離乗っちゃったりね、やっぱ外装がこうなってると、うん、ちょっと車として販売するのはちょっと厳しい。厳しいですね。だってこれ仮に、じゃあ外装をきれいにすればいいじゃないですかとかって言う人いるじゃないですか、うん、いや外装きれいにしたらだって車買えちゃうじゃないですか。50万かかっちゃったら車買えちゃうよね。車買えちゃうので、はいはい、まあ、そんなとこなんですよね、うんうん、じゃあ何ですか、この車買いたいですか。じゃあ買いたいです。買いたいです。はい、旦那さん良かったですね、うん、忌々しい思い出はすっぱりと、うん、そうです。これ切り身にされてね、あのアコードユーロ R とか、ね、はい、普通のアコード乗ってる人に車が、はい、パーツが流れていきます。ああ、素晴らしいじゃないですか。はい、このボンネットは出ますか。え、このボンネット出ますよ。これボンネットこのまんま、はい、この 3M 仕様で、はい、3M 仕様で。これでも綺麗だもんね。だって、はい、全然いいと思う。ポン付けできますよ、どんな車にも、ね、白い車にもシルバーの車にも。確かに、うん、色関係なく、うん、何の車にも付けられますから、はい、ね。今日のねポイント、はい、ね、ちゃんとね、うん、カーボンシートは、うん、メーカーもの使わなくちゃ、はい、
いけないんです。住友 3M を貼りましょう。住友 3M だったらこうなります。はい、ねテレビの隣に座ってる、うん、ねゲラゲラ笑ってる、ね、ちょっと厚めの人。厚めの人。ちゃんと化粧道具がちゃんとしたものを使わないと、はい、ちゃんとしないんです。そうですね。わかりましたか？ちゃんと。100均のコスメばっかじゃなくて、ね、100均のコスメはさすがにあの JK じゃないんで使ってないと思うんですけど、まあ、S ね有名ですけど、え100均の割にはクオリティーダメですよね、やっぱ資生堂とかね、そうだよ、 SK2 とかね、そう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 、はい、金棒とか昔だった、金棒とかね昔だった昔金棒とかね金棒化粧品まだあるよね、まあ、全然有名ですよ、はい、まあ、そういうね、お車でした、はい、今日は、はい、ね、まあ、旦那様からのディスリーのご希望で、はいはい、今日やらせていただいておりますの で、 そうですね、もう大変なんですよ、依頼通りに喋んなくちゃいけないので、はい、だからもしかしたら一部のね、はい、あのホンダファンかアコードファンか分かんないですけど、はい、気分害したらすいませんでした、でもオーナーさんのオーダーなんですいません、はい、でもこの車ね、いろいろパーツ交換してあってね、はい、あのメンテナンスしっかりしてるから、うん、交換したパーツ全体のいいやつが出てきますから、はい、はい、これはね、はい、今パーツがないと騒いでいるホンダオーナーの方には朗報だと思います。はい、そうですね。はい、はい、ということですので、うん、まあ、こういうふうにね、あの、うん、お客様からの要望があったら、私は極力オーナー様のご希望に応えながらやらせていただいておりますので、はいはい、もうね、注文通りの喋りですから、大丈夫ですよ。敵、はい、を作っても、いや、敵はね、ちゃんと味方もいますから大丈夫ですよ。じゃあ旦那さんっていうね、はい、う強い味方が我々には責任も全部そっちですもん、ね、そうです、もう言うたんびにもう旦那さんからやれって言われたんですよ旦那さんがこうやって言えって言ったんです、もう旦那さんがこうしろって言ったんですっていう形です、そうですね、はい、なので、はい、お客様くれぐれも奥様に見つからないように動画見てください、はい、よろしくお願いします絶対見るって、ね、私の売ったの動画出るのって言ってたから、あ、そうなんだじゃあその時はあの、はい、すいません、温かい心でご覧いただければいいかなと思うんで、はい、よろしくお願いします、はい、でこういうね、うん、まあ、ちょっと古めな外装がやれてるホンダ車でもエンジンの値段で弊社でしたら買い取り可能なので、うん、もし同様のお車持ってるお客様でいらっしゃいましたら、ミー君の方に査定のご依頼はよろしくお願いします。で CL1、 この CL7 は割と安いですけど、逆に FD2 とか DC5 とかあの辺の程度のいいやつ持ってるお客様がいたら割といい値段つくと思いますので、うん、ホンダファンの皆さんもぜひトラスト企画の方に査定のご依頼よろしくお願いします。ではまた次の動画でお会いしましょう。バイバイ。トラスト企画 LINE スタンプ第3弾、かわいいチビキャラスタンプが16種類できました。スタンプストアで検索してね。